どうもこんにちは。速稼塾の久保です。今回はですね、AI で簡単に無料でですね、いろんなロゴとかアイコンを作っちゃうというね、そんなソフトを説明していこうと思います。マイクロソフトデザイナーってやつなんですけども、もう今見えてる画面、ワンちゃんと、それからここに体のって映ってますよね。これ、仮想通貨、体の、柴犬という3つのキーワードで自動生成してもらったアイコンなんですよ。結構いい感じでしょ？で、今日はこれを説明したいわけじゃなくって、あくまでも、こちらのね、マイクロソフトデザイナーっていうソフトのことなんですけども、これ無料でできます。非常に簡単です。マイクロソフトデザイナーにログインするとこのような画面になりますので、こちらに、まずはね、キーワードを打ち込むだけなんですよ。じゃあ何にしましょうかね。あ、ちなみにこのマイクロソフトデザイナー、動画概要欄に URL 貼っときますね。例えばですね、車、お金持ち、街中を走る。こんなことにしておきましょうか。なんかチープなキーワード3つですけどね。このキーワードは1つでもいいですし、3つでもいいですし、やり方はね、自由自在なんですよ。なんせ私も3分前までこのソフトのこと知りませんでした。じゃあ、この生成するを押してみますね。そうすると、こちらの方にね、びっくり箱にこの3つのキーワードを打ち込みましたよっていう風なイメージが出てきて、もうちょっとすると、いろいろと出てきます。1つじゃなくてね、複数出てくるんですよ。さあ、どうでしょうかね。あ、出てきましたね。はい。こんなのがいくつか出てきたかなってところです。私の指定した文字が 悪かったんで、大したもんは出てきてませんけども、でもこういう風に自動的にアイコンがいっぱい出てきて、これをダウンロードして何がしに使うって形になります。じゃあですね、アイドル、女の子、ピンク色で、萌え系とかでもしてみましょうか。そうしたらどういう風なのが出てくるかなってところですね。私も今思いついて今やりましたから、練習抜きですよ。だってこれサインしたのが、ほんと10分前が初めてですからね。どうなりますかね。ああ、なるほどね。これ AI で作られた画像ですよ、でも。これほんと。だから実在にはいない、実在してない女性がね、こうやって出てます。だからこれで年齢指定とか、ポーズの指定とかね、バックグラウンドの指定とかをすればいいって話でしょ。さらにメディアを追加してみたりとか、画像の生成、あ、生成はこれか。他にもいじりようが結構あるんじゃないかなって気がしますね。じゃあ今回は、このマイクロソフトデザイナーの紹介をさせていただきました。私もこれからいろいろいじってみてね、コツをつかんでみようかと思います。皆さんもよろしかったらどうぞ。それでは。